おひさま仲良しチャンネル。みなさんこんにちは。おひさま仲良しチャンネルの琴音です。うてのです。今日はリカちゃんのマクドナルドのハッピーセットを開けます。はい、じゃあ今日はハッピーセットをキティちゃん第1弾のねやつ開けていくかな。今回4つ買いました。じゃあ開けていこうかな。じゃあ早速開けていくよ。はい、じゃあ誰から、外れから、うん、開けてください。じゃあ私のはこんなキティちゃん、こんなキティ、開けてみます。全部で5種類あるんやったかな。鏡と櫛と、ほら鏡、小物入れ、おしゃれポーチ、シュシュの5種類入ってるの。これは鏡。あ、かわいいやん、こんなハートになって。お表はどんな、あ、かわいいね。ちなみに琴音は何が欲しかった、何が出て欲しいの。そうだね、鏡、シュシュ、シュシュか。そっか、女、歌うのは何が出てほしいの、一番出てほしいの。うん、こっち、ポーチか、ポーチが欲しいよね。じゃあそれじゃあ歌の1個目開けてみよう。これ意外と大きい、大きいね。これ小物で、どんな、わ、こんな可愛いな。あ、ちょっと待って、いいこと考えて。あ、キティちゃんです、キティちゃんです。シュシュー、でもこの入れれるの、小物入れの鏡とか、うん、パパシュシュ、いいね。じゃあ次2個目開けていこっか。じゃあ2個目 のハッピーセット開けていくよ。はい、シュシュ、ことの欲しがったシュシュ、違う、これ、あ、かわいい、これもここに入れられる、あ、ほんま、ボックスケースだからね、ケース、うん、かわいい。ことのはじゃあ何欲しいのが出てるかな。あ、ポーチ、ポーチ、あ、これ、あ、ちょっと待って、ちょっと、ここに入ってると、あのさ、同じ柄だ。あ、シュシュとポーチ一緒の柄、可愛いね、これ。ここに全部入れれるんじゃ、入れてみる、それに全部できた、こんな感じで、シッパパッパ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 、じゃあちょっと順番にさ、あのおもちゃちょっとゆっくり見てみようかな。まず琴音が当たった鏡やね、これ。牛乳持ってて、うん、キティちゃんでとっても可愛いリボンがついてて、あ、なんか書いてるよ。このお花とかも可愛いし、うん、あとハートだし。と歌のが当たった。可愛いよね。これ可愛いね。可愛いよな、結構大きいしな。それからここにリボンもついて、うん、リボンもついてるね。あとこれポーチ、よーく見るとハートの取っ手が、あ、ちょっとね、あ、持つところ、ここがハートで、あと前はこのキティちゃんで、後ろが、裏が、こんな、いろんな、いろんなキティちゃんいてるよね。最後に、琴音が今つけたけど、このポーチと同じ柄かな、これは。シュシュ、こんな風につけてみました。どうだった、キティちゃん。かわいいね。どうだった、かわいかったね。どういう感想でしたか、かわいかった。かわいくって。
あ、買わないでだな。そうやね。全部でもいろんな種類出てよかったね。4種類。あと1個は串やな。串があればもう全部そうね。どんな感じ？私はなんか鏡とか、うん、小物とか、うん、ポーチとか種子とか、うんうん、いろいろ使えるやつでとっても。そうやね。可愛かったね。おしゃれみたいに。おしゃれおしゃれ。可愛いからみんなも買ってみてね。グッドボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。